マグイージースライダー2はスマートフォン、イヤホン、アップルウォッチの充電に加え、モバイルバッテリーとしても使用できる便利なワイヤレスチャージャーです。ケーブルは1本で OK なのでデスク周りもスッキリするし、スタイリッシュにガジェットを使いたいなら必須のアイテムです。こんにちは、ジョージです。本日はピタカのマグイージースライダー2をレビューしていきたいと思います。このマグイージースライダー2はワイヤレス充電器となっています。主な特徴としてはマグセーフに対応していること、モバイルバッテリーになるということ、ワイヤレスイヤホンが充電できるということ、そして別売りのこのパワードングルを購入すればアップルウォッチの充電もできるということで、この1台に4役の機能を持たせることができるこのピタカのマグイージースライダー2を本日は詳細にレビューしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。それではピタカのマグイージースライダー2レビューしていきたいと思います。まずは同梱物の紹介なんですけど、こちらマグイージースライダー2の外箱結構大きめなんですけど、本体とタイプ C の USB ケーブル、そしてこれが背面に磁石でくっつく台座となっています。このマグイージースライダー2はマグセーフに対応していて、このチャージャー部分が取り外せます。このチャージャー部分をそのままモバイルバッテリーとして使うこともできる便利なワイヤレス充電となっています。ワイヤレス充電器単体としてはサイズは大きいんですけど、このマグイージースライダー2はスマホを無線充電できるだけでなくて、先ほどの台座の上この部分にもチャージ部分がついているので、この台座の上にワイヤレスイヤホンを置くと充電することもできます。 AirPods はもちろんなんですけど、それ以外でもワイヤレス充電対応のイヤホンケースであればちゃんと充電ができます。このピタカのマグイージースライダー2を使うには iPhone12 以降のマグセーフに対応している iPhone か、もしくはマグセーフ対応のケースをつける必要があります。別の動画で紹介していますが、こちら Galaxy S23 用のピタカのマグセーフ対応のケースとなります。このケースには背面に磁石が埋め込まれているので、これをチャージャー部分に当てると磁石でくっつけることができます。他にも別売りもしくはセット販売で Apple Watch 用のドングルも装着できます。これがパワードングル for Apple Watch ということで、同じくピタカ製で、これは Apple Watch 専用なのでその他のスマートウォッチっていうのは充電できないんですけど、これもこんな感じで同梱物は説明書しか入ってないんですけど、このパワードングルはこの部分が蓋になっていて背面に取り付けることができます。あとはこれをマグイージースライダーの右サイドにタイプ C の USB ポートがあるので、ここにこんな風に挿すとドッキングができます。あとはこの部分に Apple Watch が磁石でくっつくので、この状態で Apple Watch を充電することもできます。もちろん Apple Watch Chrome は充電できないので注意してください。はい、というわけでこのピタカのマグイージースライダー2はスマホ、イヤホン、そして Apple Watch、 さらにモバイルバッテリーにもなり、これ1台で4役をこなせるわけなんですが、本来であればそれぞれに充電器やケーブルやスペースが必要になるので、このマグイージースライダー2はケーブル1本で OK です。デスク周りもかなりスッキリさせられると思います。あとこのマグイージースライダー2には前作があって、その前作から改良されている部分として、この一番下の部分、これがまあくるくる回るんですけど、こんな風にカチカチっと音がしながらもくるくる回るんですけど、この台座が結構スムーズに回る反面、スマートフォンを設置する場合とか、この一番下に USB ポートがあるんですけど、この部分に挿す時とか結構この台座が回って不便な時もあるんですよね。このマグイージースライダー2では本体左側につまみがあるので、これを下につまみを下ろすとこの台座が固定されます。ですので用途によって固定か回転かが選べるようになっているので、この部分改良がされました。あと充電速度は 7.5W ということで、これは実際に W 数が見えるケーブルで確認してみましたが、小数点以下は表示されませんが、まあ、7W は最低出ているということなので参考にしていただければと思うんですけど、でモバイルバッテリーに関してはこちら容量が 4000mAh あります。デザインはアラミド調のこのピタカの製品に使われているこの模様なんですけど、こちらの Galaxy S23 用のマグイージーケース3と同じ模様なので、合わせると統一感もありますし大人っぽいデザインで、こちらも
単体でも黒が貴重なので、どんなスマートフォンケースにも合う色だと思います。まあ、モバイルバッテリーが 4000mAh ということで、旅行とかにはちょっと不向きなんですけど、日常生活で会社に持っていくなどのレベルでは十分だと思います。ちょっとバッテリーが物足りないなっていう時にこれを使えばいいですし、家に帰ってくればこのままマグイージスライダー2に差し込めばモバイルバッテリーの充電もしてくれます。ただデメリットとしては、結構このモバイルバッテリーが重いので、単体の重さが 113g、そして Galaxy S23168g とこのピタカのマグイージーケース3が 20g なので、セットして全ての重量でいくと 302g になります。まあ、はっきり言って 300g を超えるとこのまま使うには結構重たいので、もしものために通勤用のカバンに入れておくみたいなレベルで、このまま使うにはちょっと重すぎると思います。イヤホンに関しても、はい、こんな感じで通電はちゃんとしますし、スペックは 5W の給電ということで、繰り返しになりますが、 AirPods 以外もちゃんと充電できるのは嬉しい部分だと思います。ただ Apple Watch 用のこのドングルも繰り返しですが、 Apple Watch にしか対応していないので、用途が限定されているのが非常に残念だと思います。あと見た目は悪くなるんですけど、 USB Type-C のポートをうまく使って、例えばここにスマートウォッチの充電ケーブルをつけてこんな感じで充電することもできますし、その他のUSB Type-C に対応したデバイスをここに挿して、スマートフォンとワイヤレスイヤホンとスマートウォッチをこのドングルを使わなくても1台4役という機能を果たすこともできます。はい、ということで最後に価格の方なんですけど、このピタカのマグイージースライダー2なんですが、ドングルがなしのタイプで 16,999 円、 Amazon で現在販売されています。そしてこの Apple Watch 用のパワードングルは同じく Amazon で 6,499 円で販売されています。そしてこのパワードングルがセットになった 4-in-1 のもので 22,999 円となっているので、別々で買うより当然お得になっているので、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしていただきたいのと、合わせてマグセーフ対応のこのピタカのマグイージーケース3もリンク貼っておきますので、一緒にチェックしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。もうすぐチャンネル登録者9000人となります。応援よろしくお願いします。またジョージガジェットというガジェットと人生楽しむためのブログマガジンっていうのもやってますので、概要欄からブログチェックしてみてください。ツイッターのフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。